反スカンディナビア主義、反スカンディナビア主義、反スカンディナビア主義とは、北欧諸国、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、特に、ノルマン人の連帯と統一を目指す思想運動である。北欧諸国が欧州列強の脅威に囲まれる中で、北欧の団結と統合を体現化したナショナリズムの公用である。この時代、知識人たちが好んで用いた言葉、ノルデン。 ノルデンはハンスカンディナビア主義の概念となった。このノルデンという言葉は現在でもスウェーデンの国家の一部分として用いられている。もともとは1829年に行われた文芸運動が起源であった。この運動は三王国の文学作品、雑誌、新聞などを相互に融通し合い、北欧の文化的一体性と経済的発展を目指した。 文化活動が主体であった。この時、スウェーデンルンド大学の作家が、北欧の分裂と構想の時代は終わったと語った。ことから、北欧三カ国の知識人、学生らによる、社会的、政治的運動へと拡大して行った。1838年の冬には、コッペンハーゲン大学とルンド大学の大学生が、氷結した、エーレスンド海峡の表情で開校し、 国王の連帯と団結を誓い合った。そしてその運動は学生たちによるスカンディナビア学生大会に発展していく。この運動に対し当時のデンマークとスウェーデンの国王は当初は関心を抱かなかったが1844年に即位したスウェーデンイコールノルウェー王オースカル一世は積極的に支持しこれを国勢とした。また 1848年に即位したデンマーク王、フレデリク7世も同調し、急速に実現へ向けて動き出すことになる。1840年以降には、北欧三国で学生大会や知識人による大会が行われるようになり、政治的なスローガンが掲げられ、急速に政治的な運動を帯びていった。1840年代後半には、 フィンランド対抗国のヘルシンキ大学の学生が参加し、ロシア帝国がこれに抗議するという事態となった。ロシアの介入を懸念した北欧諸国の政府は、この運動を不快視し、文化活動と政治運動の乖離が見られるようになる。こうした中、国際情勢は急激に悪化することとなる。ヨーロッパに吹き荒れた1848年革命は、 ウィーン体制の秩序を崩壊させ、北欧はヨーロッパの国際問題に巻き込まれていくのである。勃興する帝国主義、特に後にハン・ゲルマン主義へと発展するドイツ統一問題、そして明主ロシア帝国によるハンスラブ主義が北欧を覆い、その脅威に対抗するために北欧の団結と統合が真剣に唱えられるようになった。こうした北欧諸国民の意を組むように、 スウェーデン王オスカル一世は、ハンスカンディナビア主義の名手及び牽引者となり、デンマーク国王フレデリク7世及び、デンマーク政府もオスカル一世が打ち出した政策を一致団結して行うこととなった。かかる時代背景の中、北欧では、デンマークとドイツ統一問題をめぐる、シュレースビヒイコールホルシュタイン問題という、民族問題に巻き込まれていく。 ハンスカンディナビア主義運動は、北欧の団結をスローガンに、オスカル一世の指導の下、デンマークという兄弟国の救済に奔走するのである。1848年にそれは、第一次シュレースビヒーコールホルシュタイン戦争として、現実化したが、最終的に、ハンスカンディナビア主義の功用を背景に、1852年に、スウェーデンの朝廷による、ロンドン議定が締結され、 デンマークの優位で休戦した。しかし休戦協定は、ハンスカンディナビア主義を必要以上に盲信する、デンマーク政府の過度な強硬姿勢により混迷を深め、このシュレースビヒーコールホルシュタイン問題が、ハンスカンディナビア主義の挫折の伏線となるのである。また、1853年には、ロシア帝国とイギリス・フランスの列強間で、クリミア戦争が勃発した。 この戦争に対し、オスカル一水は、ロシアに対し宣戦線布告を考えたが、フィンランドの奪回の他に、フィンランド人の救済という意図も、部分的にあった。なお、フィンランドにおいても、1848年革命の、あと、ロシアへの反感から、民族主義が高揚して行った。フィンランド人の中にも、フィンランドが北欧の一員であるという自負が芽生え、 フィンランドナショナリズムへと発展していくのである。第一次シュレースビヒーコールホルシュタイン戦争後、反スカンディナビア主義は一時停滞したが、1856年にオスカル一世は、スカンディナビア学生大会に出席した学生らを、ドロットニングホール宮殿に招き、今や北欧諸国間の戦争は、不可能となったという演説をしたことから、再び紅葉していく。 さらに1857年には、スウェーデン・デンマークの軍事同盟が提唱された。これは、シュレイスビヒイコール・ホールシュタイン問題に対する自衛策であったが、スウェーデン政府はこの案を否決した。オスカル1世は1859年に没死したが、その子である、スウェーデン・ウォーカール15世に国策として引き継がれた。しかしこの頃には、すでにハンスカンディナビア主義は、体調の兆しを迎えていた。 それは北欧諸国の政府による幕引きでもあった。その一方で北欧諸国民による北欧三国による統一国家が真剣に検討されていた。反スカンディナビア主義の日は消えず、時のデンマーク国王フレデリク7世に後継者が生まれないことを契機にフレデリク7世がカール15世を養子にするという形でスウェーデンデンマーク王室主導の スカンディナビア連合王国も模索されていた。これは中世以来のカルマル同盟の最高の意味を持っていた。統一国家の首都はイエーテボリになると誠しやかに囁かれた。1863年、シュレースビヒーコールホルシュタイン戦争再来の安永の中でスウェーデンのイエーテボリで国民会議が開かれた。その趣旨は、 経済会議であったが、出席たちの北欧の政治統合を目指した北欧連合議会の設立が主張された。これは北欧連合国家樹立を目指した反スカンディナビア主義の最後の功用であった。1864年、シュレースビヒーコールホルシュタイン問題は、デンマークによる新王朝グリクスボーアサがシュレースビヒーコールホルシュタイン公国の継承を宣言したことから、 第二次シュレースビヒーコールホルシュタイン戦争は再開された。この頃、すでにデンマークを除く北欧諸国の政府及び政治家たちは、ハンスカンディナビア主義に対しては冷淡となっていた。スウェーデン政府は、国王の政治問題への介入を、民主政治に対する越権行為であると考えていた。カール15世は、 第二次シュレースビヒーコールホルシュタイン戦争に対して参戦する意思を表明しが政府は拒絶しここにハンスカンディナビア主義の理念は消滅したこれらすべてを見切っていたプロイセンのビスマルク外交の前にシュレースビヒーコールホルシュタイン戦争はデンマークの王に終わりハンスカンディナビア主義運動はついえた北欧統一の夢は 厳しい国際社会の現実の前には無力であったのである。この帰結は北欧各国の自立化へと向かい、以後北欧はより冷徹な形での重武装中立主義へと変遷して行った。1905年のノルウェー独立はその一因と言える。なお、1872年に即位したスウェーデンをオスカル2世はドイツ帝国による ハンゲルマン主義に系統している。これは形を変えたハンスカンディナビア主義の現れであったと同時に北欧の団結と統一を拒絶したスウェーデン政府への抵抗であった。北欧諸国の連帯が実現するのは一世紀経った1952年の北欧理事会設立まで待たねばならなかった。民族主義の成立背景ハンスカンディナビア主義の 紅葉と挫折北欧の分裂と北欧理事会の成立。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。